光線ロボコン2008ロボエボリューション生命大進化光線ロボコン2008ロボエボリューション生命体進化は2008年に開催された21回目の光線ロボコンである。今大会は光線ロボコンでは初の歩行機構を用いた競技である。過去に本大会の大足二足歩行光線歩くんですの規定に適合した歩行型ロボットは登場していたが、競技課題として歩行機構での走行義務付けたのは初のことである。フィールド上には障害物が設けられており、ロボットはパイロンの周りを旋回、スラロームする、ハードルを越えるといった課題をクリアしなければならない。コースの途中では多足歩行から二足歩行への変身パフォーマンスを行い、生命の進化をアピールする。歩行機構を搭載した手動もしくは自動制御のロボットを用いて、スタートゾーンから歩行する。多足歩行、ハードル越え、変形パフォーマンス、二足歩行と一連の課題をクリアして、先にゴールに到達するか、試合時間内でクリアした課題の数で勝負が競われる。制限時間は3分。各チーム初戦については、両チームがゴールするか、制限時間いっぱいまで競技が行われる。初戦に対戦する相手が強くとも、アイデア、パフォーマンスを披露する機会が設けられるようになった。フィールドは大きく分けて5つのエリアで構成される。近年の大会で設けられている。リトライは無制限に行うことができる。リトライを宣言した場合、マシンがその時競技を行っていたゾーンから一つ前のゾーンに戻って競技を再開する。クリアした課題は再び行わなくてもよい。マシンが転倒した場合は自力で元の状態に復帰できるのであるのならば、そこから競技を再開することができる。1試合の中で5回の反則行為を起こすと失格となる。最大サイズに制限がなくなり、一方で最低サイズの制限が設けられた。スタート時には、接地面がスタートゾーンに収まっていれば、スタートゾーンからはみ出ていても構わない。変身パフォーマンスは、最低20秒間行う。出場メンバーが、ロボットの動作に合わせて、一緒にパフォーマンスを行ったり、楽曲のパフォーマンス終了後、腹心の指示により二足歩行ゾーンへ進むことができる。11月23日両国国技館にて開催大会直前にルール変更が行われ、全国大会出場チームに混乱が及んだ。主な変更内容は次の2点。第1回乾電池、カースピードレース以来の一発勝負となるタイムアタックとなった今大会は高速なマシンがハードルゾーンへの設置違反やそれに絡むマシントラブルを起こす例が現れた。地区大会では優勝し、今大会の予選タイムアタック通過タイムより早くゴールできた奈良高専や詫間電波高専が、これらの違反の連続により、大幅にゴールタイムを失う、完走できないといった波乱が起きた。ここ数年のエキシビジョン戦は、全国大会前半で敗退したチームによる試合形式であったが、2002年度以来6年ぶりに、全国大会に出場できなかったチームを招待してのエキシビジョン戦が行われた。出場したのは小山高専 A スーパーザウルス君と都城高専 B 臨機応変である。予選タイムアタックにおける決勝トーナメントに進出したチームの記録は以下の通り。次点、詫間電波高専歩く1時30分ロボコン大賞を受賞した本マシン最大の特徴は、二足歩行マシンが見せるパフォーマンスと人間に近い歩行である。大足マシンから鉄棒とセットでハードルを越え、二足歩行マシンは大車輪のパフォーマンスを行う。二足歩行マシンを振らせるほか、鉄棒に装着されたモーターによるアシストによって勢いをつけて回る。パフォーマンス終了後、鉄棒から切り離し、二足歩行を行う。足の裏面には吸盤があり、設置時に作動させることで転倒を防いでいる。また、転倒しても、自ら立ち上がる機能を有し、さらに倒立パフォーマンスを見せることもできる。地区大会では、アイデア賞を受賞し、全国大会に出場、全国大会でも、予選タイムアタック、エキシビジョンと圧倒的なパフォーマンスを決め、会場から大きな歓声を受けた。ゴールタイムは、地区大会終了時点で最も早い40秒を達成した。全国大会でもその高い能力を発揮し、予選は47秒、3位で通過した。決勝トーナメントでも並みいる高速マシンを抑えて、決勝戦で大会最速記録の38秒でゴールを達成、同校初の優勝となった。二足マシンの旋回は足首に相当する部分を水平方向に旋回することで行い、大会随一のスムースな旋回能力を持つ。そのため二足歩行ゾーンにパイロンがある状態での走行能力に優れていた。関東、甲信越地区大会を優勝し、全国大会へ出場した。二足歩行は内側と外側の接地面で構成されるタイプである。内側が前進する動きを有し、外側は接地している状態で、マシン本体との間を回転させることで、旋回方向を変えるという機構である。全国大会の予選タイムアタックでは42秒で、ゴール、予選1位を獲得した。決勝戦では、沖縄高専に敗れるも、そのゴールタイムは40秒であり、大会中で、沖縄高専に次ぐ2番目に早いゴールタイムとなった。地区大会、大会ともにデザイン賞を受賞し、高いデザイン性が評価された。大足マシンは、猿が大分の名産物かぼすを持ち上げ運ぶ格好をしており、ハードルまで到達すると橋を架け、かぼすをパフォーマンスエリアに運ぶ。かぼすの中からは、メジロンの格好をした二足歩行マシンが登場し、パフォーマンスをする。全国大会では、音声出力機能を搭載し、メジロン、ダンスを流しながら踊った。二足歩行ロボットの形式にこだわったデザインと機構が特徴である。比較的大型の二足マシンを搭載する関係で、ターシマシンは大きく、走行性能は劣るものの、全国大会の予選タイムアタックでは2分31秒のタイムでゴールを達成している。操縦者の腕と二足歩行マシンの腕は、マスタースレーブ接続により連動して動きパフォーマンスを行うことができる。全国大会では対戦相手のいない1チームでのタイムアタックの予定であったが、試合直前に対戦相手としてアシモが登場するサプライズを行われ一緒に競技を行う形式となった。本大会ではハードル越えの手段についてターシ、二足歩行マシンの分離をするかしないかで大きく分類できる。技術的な難易度は当然後者の方が難しいが、あえて本マシンは後者を選び、多足歩行にて競技規定で定義されている最低本数の4本でターシゾーンを走行する。ハードル越えは足を1本ずつまたいで突破し、マシン全体を起き上がらせて二足歩行状態に変身する。多くの制約の中作られたため能力は他のチームに劣るものの競技課題のテーマである進化を実現したアイデアが評価され生命大進化賞を受賞した。ありがとうございます。